よし、ちょっと目薬するな。ちょっといい、はい、ちょっと目を保護するためのね、うん、ホウ酸とヒアルロン酸が入ってるんですよ。よし、動くんだね、まだ、はい、今ちょっと怖いから必死なのかな。家ではそんなに動かないでしょ。あ、でも結構普通に歩いたりはしてるんですけど、なんかそれで気づくのが遅くなっちゃったってのもあるんですけど、これはクロロヘキシジンという刺激の少ない消毒薬、うん、これを出したいんで、ここのちょっと弾けてるところ、うん、こうやって1日1回以上、うん、2回でも3回でもちょっと拭いてあげてください、うん、たっぷりつけてね。それでプラス、これ皮膚がさ、破れて潰瘍を起こしてるんですよね、うん、だからこの皮膚のこれをちょっとここに立ててあげると、うん、預けてるところ、はい、このセット出しますから1日今2回以上だね、2回以上、はい、うん、消毒してこのイシャドパンっていうのをこの消毒して拭き取ってからね、そうするぐらいちょっと拭いてください。多分点滴するのなんて初めてですよね。初めてですね。だからちょっと少なめの量で、通常の量の半分にします。ちょっと吸収しないと困るんでね。ちょっとここですよ、ね。もうちょっと。よし。皮膚の下に全部で溜めますからね。ちょっとお塩持って。膨らんでますよね。これが点滴、乳酸リンゲルという点滴と総合ビタミン剤と心臓とか肝臓の機能を高めます、うん、これはちょっと抗生剤、感染を抑える薬と一応動かす薬、ご飯を食べるよね。あ、もっと一個、うんね、これが痛みを和らげる薬で、腫瘍の成長を多少でも抑えてくれる薬ね。ちょっとここに入れて、はい、でちょっと抗生照射を、ちょっと抗生照射をしてからちょっと流動食作ったんでちょっと入れれるかと思って、今から赤い光が出るんですけど、全体と腫瘍にね、近赤外線という赤い光なんですけどね、これはもともとは人間の整形外科でね、慢性疼痛、首が痛い、腰が痛い、そういうところにあって血流を良くして炎症を沈めて痛みを和らげたり、皮膚がただれて、この子は腫瘍で皮膚が潰瘍を起こしてるわけです。そういうところにあって血流を良くして治療を促したり、それからあとその他、多分消化器の機能、呼吸器の機能が強いと思うから、体全体に開けて、とにかく血流を良くしたり、そういうことをしたいと思います。それプラスね、腫瘍の治療ってね、肛門とポケモノにも人間も犬も、三大治療ってのがあるんですよ。抗原、抗がん剤、あと放射線療法。オペは若くて転移しなくて一般状態いい子はします。止めたら悪いかしと、適用がいい、ね、抗がん剤は肛門にはできません。あ、はい、だ放射線は、まあ、うちにもできないし、現実やれるとこって、ね、いくら一角の臓器するとかね、標本もやってくるかどうかは分かんない、うん、三大治療でどれもできない子が多いんですよ。あ、そうなんですね。で、それ以外のことで、これもう一本ですね、光を当てることによって暖かくなるんで温熱療法って言うんですけど、腫瘍細胞を、まあ、42度ぐらいに温めてあげると腫瘍、細胞が自殺する、アポトーシスって言うんですけど、腫瘍細胞が自殺するというのかな、しぼんでくる、そういうことを期待して温熱療法、腫瘍のところに当てます。で、まあ、それプラスこの血液循環をすることを他にやってるというかね。で、それして元気な時って毎日ウンチとかを飼育してませんでした？あ、でもしてましたね。してました、はい、毎日食べてましたよね。そうですね。プレーションを持ってください。
はい、じゃあ、はい、じゃあ一回止めようか。はい。